1>, 全国1億3,000万人の麻生太郎ファンの皆様こんにちは今日は麻生さんの発言を Twitter で追ってみましたでは早速どうぞ麻生太郎は今すぐやめろというね形でハッシュタグがかかっております、えー、まずそうですね一番上の方「こいつの顔マジで嫌い政治家の顔じゃねえ」 麻生太郎は今すぐやめろって書いてますけども、これ、この顔ですね。<laughs> えっと、ちょっとびっくりしたところを撮ってるのか、お皿さ,さんみたいに見えますね。で、麻生太郎さんはこういうふうに言われてます。どうせ国民の8割はコロナにかかるんだから、とかね。お金銀行にいっぱいあるじゃん。一日給付投資もあるのとかね。リーマンショックの時、1万2000円配ったけど、商品もらなかったでしょ ね、こんなこと言ってますけども、いつもね、リーマンショックの時をね、引き合いに出してきますけども、1万2000じゃ人生変わんないですよね。1万2000、本当終わっちゃいますよね、すぐにね。まあ、配っていただいたのはありがたいんですけども、この1万2000では、まあ、経済効果は得られないっていうことが分かったということなので、もっと増やせってことですね。1万2000円で影響がなかったから、なくなるんじゃなくて、なくすんじゃなくって、要は10万、20万、ポンポンと出してね、そしたら GDP 上がるわけですから、 今回の、あれですよね、特別定額給付金も、一人一律10万配ったところ、5兆円の経済効果あったわけですからね。うん、あったじゃないですか。まあ、その、お金を配ることによって、救われる命が、一人でもあれば、それは良かったんじゃないですかやっぱ、命ってお金に変えられないってよく言いますからね。麻生財務大臣に言わせれば、国民一人の命と、現金と、どっちが大事かっていうと、現金なんですよね。お他人様が死んだところで、下級民族がいいから死んだところで、関係ねえよって話なんですよね。いやー、こう書いてますよ。 回るわけねえだろうかと。金がないんだよと。検査もしないわけだ金がかかるからねと。そうなんですよ。金があれば、救われる命や人生があるってことなんですけどもね。麻生財務大臣には通用しないということでございます。で、その給付金なんですけども、申請書にね、トラップがついてるでしょ。いらない人はここにチェックしてくださいっていうか、いらない人がそんな書面を欲しがるかってうのは、ね、ひどい話ですよね。お、藤井正さんだ。この方が言う若いのとは、安藤衆議院議員のこと、そして安藤議員は、消費税減税や、 あらり保証に政府予算を何十兆円と使うべきだと明言している、この人が財務大臣である限り、日本が救われることは万に一つもないでしょうと、これ、私も同じ意見なんですけども、麻生財務大臣日本にいる限りね、えー、の日本で貧困層というのは、うん、なくなりません、増える一方です、麻生財務大臣があなたのお金をお苦しめてますよね、あなたの生活を苦しめてます、あなたの懐からお金を盗んでいってます、麻生財務大臣1人がこの国を悪くしてると言ってもいいですね。 これ忙しく若いのが何十兆円と言ってるから何に使うのかねと、まあ、麻生財務大臣の財務感覚を持ってしてもわからないでしょうね、うん、麻生財務大臣だからやめたほうがいいですよここれほどね財務大臣に向かない人はね後にも先にもいないと思いますよ政治家にも向かないですよね、まあ、せいぜいあるじゃないですか町内会長がいいところじゃないですかねはい、えー、そういうふうに書いてます こういう年寄りのせいで私たちの時代と生活を潰された。もう十分贅沢したでしょ私たちの生活費と学費ぐらい私たちの税金で払ったらダメですかと。うん。これ多分ね、ロスジェネ世代の方、私と同じ年代の方だと思いますけども、まさにね、麻生財務大臣のせいで、あの、暮らしってのは全部ぶち壊されましたね。あの、竹中さんなんてね、可愛いもんですよ。麻生財務大臣に比べたら。この人はね、相変わらずね、副総理とか財務大臣の席に自ら据えてるわけですからね。 誰かに選ばれたわけではなくて、自分が自分を選んでるわけなんですよ。これほど高まな人がいないですよね。この麻生財務大臣がいる限り、日本はもう真っ暗闇でございます。いいことにはなりません。うん。えー、サイちゃん。サイコ。やばすぎる発言。ナチス。<laughs> やばすぎる発言。武装難民を射殺。これは麻生さんが言ったのかなすごいですね。えっ、ー、とね、繰り返しますけども、麻生太郎さん個人の攻撃ではなくて、 麻生太郎さんっていう方が財務大臣にいるからこういう風なね、私はあの発信をしてるんですよね。だから財務大臣でない、副総理でない麻生太郎さんには何の恨みもありません。あの、気のいいおじいちゃんでいいと思いますよ。個人攻撃ではないですからね。これ役職が向いてないということだと思うんですよ。それは私たちの暮らしが全て証明してると思います。財務大臣がこんな人でいる限りは我々の所属は全く浮かばれないということですね。えー、財務省。 本日全国すべての人々への新たな給付金など緊急経済対策を実行するための令和2年度補正予算が成立しました詳しくはこちらをご覧くださいと書いてますね、えー、そのねあの補正予算の中に麻生太郎辞任っていうのが書いてあると一番いいんですけどね書いてますね夏木さん麻生太郎を辞めさせろ財務省は麻生太郎の金じゃないことをよく覚えておけ本当に遅いと金を払えば払ったでも遅いっていうふうに批判されるのは本当に遅いからなんですよパパパパ配れるいいんですよもうこんなのね あの、不正が出るとかね、ミスがあるとかって、そんなのね、あの、100%求めなくていいんですよ。とりあえず、目の前の人を救ってから、それからですよ、話はね。うん、え空に切ってなんだろう。仕事を奪うなら金を出せ。仕事を奪うなら金を出せ。え、何要請お願いだから強制したいない。じゃあ、なんだ仕事しよう。店、空き開けよう。<laughs> えー、ほんとね、悪知恵の塊ですね、財務省ね。えー、政府が経済対策を盛り込んだ補正予算を組み替えて、10万円の一日寄付を行うことについて、麻生を、 お財務大臣は、閣議後の後の、なんだろう。ここちょっとクリックしてみましょうかね。うん。あ、これか。10万円一日給付、自己申告に基づいて行われる見通し。なこと言わなくてもね、直接口座に掘り込んでくれればいいんですけどね。ケチケチしますね。えっ、ー、と、必要な財源についた、10万円かける1億2600万人で12兆6千億円かかる。 うん、今までの予算が4兆円で差額が8兆から9兆円であると述べ赤字国債のさらなる追加発行が避けられないという認識を示したしましたですけども国債なんてね単なる財政窒素の記録なんですからほっときゃいいんですよこの国債をどうやって返そうかなって考えるからおかしいんですよ返さなくてよろしい全く必要ありません誰も困んないこんなの返さなくたって次ラさんしかも不人気で辞めるとか思えば年次 です。<laughs> こんないかが有事にまともに機能するとは思えないということで、全く機能しなかったですね。この安倍晋三という人はね、世界一の嘘つきで、世界一の国賊で、日本っていうものを切り売りして、自分の身を立ててる方ですね。もう悪魔のような方ですね、これ安倍晋三っていうのは。で、国会でね、散々嘘ついてきて、説明責任を果たしたとか言ってるわけですよ。いや、ほんとひどいですね、この安倍晋三。このね、なんか要するに、あの、 恥を知らないっていうかね、よくね、ビジネスで成功するためにはプライドを捨てよって言いますけども、そういった意味ではプライドを捨ててる、この安倍晋三元総理とかね、麻生太郎財務大臣とか、まあ鏡なんじゃないですか。あの人にどう思われても構わないからですよ。自分の祝福が壊せれば。いやー、すごいですね。あのー、これね、繰り返しますけども、安倍晋三さん個人とかね、麻生太郎さん個人に対してどうこうじゃないんですよ。役職についた、 安倍総理は、そして役職に就いた麻生財務大臣は最悪だということだけなんですよ。だからここのね、役職を退陣していただいて議員辞職していただければ、それは職業選択の自由ですから何をしてもいいわけなんですけども、多分政治家を向かないんですね、この人たちはね。うん、でもなんでね、当選したんでしょうね、こんな人間が。当選させた人にもかなり責任があると思うんですよ。うーん、これね、困ったもんですよ。もう、これ麻生や辞めるとしか書いてないと。 ね証人喚問、安倍昭恵は出てこい。証人喚問、佐川も呼び出せ、うん。そうですよね。人一人をね、死に追いやっといて、これはないだろうと思いますよね。うん。安倍はやめろと。おゲームオーバーって書いてる。麻生はニヤニヤすんな。<laughs> すごいですね。こんなこと書いてあるんですね。とにかく一秒でも早くやめてほしい。麻生太郎もやめてほしい。まともに質問に答えない国会議員は税金を返すべき。財務省は国民の敵。 うん、敵はちにありと言いますけども本当にねこの日本の中に日本をぶっ潰すその組織っていうのは内部から潰れていくって昔から言いますけども外敵よりもねその内部の組織活動こちらの腐敗によって壊れていくと言いますけどもね、えー、麻生太郎はその存在自体が国難になっている曲がった口から吐かれる言葉だけじゃなく存在が国民を貶めるほ、えー、松尾隆さんまたもやあ資質のなさを露呈というよりも自らの愚を強調した 保証や消費税凍結などの方針を、国がしっかり方針を出さないことが問題なのにまるで一言。うん、確かにね。どうなんですか、小池さんもなんか似たような感じなんですかね。お、なんだこれ。サタンの集会。ええー、なんだこれ誤解があるならとエクスキューズするのは最初から折り込み済みで発言してるんだろうと。うあ、これか。 麻生太郎誤解が生じてるならお詫びの上訂正いや誤解ではないでしょう麻生さんはあのやっぱりね私利私欲のためにもう国民を犠牲にすることを何と思ってないですからねだから権力者にとって国民の命なんてのは二束三文なわけなんですよ何人犠牲にすれば自分が儲かるかなっていうのはねそういった損得感情しかないわけですからねまあですからひどい話ですよ うん、まあでも、それ当たり前なのかもしれないですよね。有事の際には軍隊を動かすような権利を、権力を持つ人っていうのは、何人殺せば相手が何人死ぬかっていう計算をしてるわけですからね。えー、言い換えれば、効率よく人を殺す方法っていうのを知ってるわけなんですよ。そして自分は絶対に傷つかない安全なところにいて、えーまあ、国民がね、苦しんでるのは、まあ、遠くから見ていると。うんまあ、その苦しみの上に、 自分の立場が成り立っているということねそれだけはね、あの、悠々とした顔で忘れてないですよね。だから自分が絶対そっちには行かないぞっていう、そんな形じゃないですかね。うん、いくらでも出てきますね。最後、これでも読んでみましょうか。自国の負の歴史を直視できない者が愛国者ずらするなということでございました。これは何を意味してるのかわかりませんけども、なんとなくね、わかるような気がしますね。うーん、なるほどね。えー、麻生太郎が、 野中広務のことをブラグの人間だあんなのが総理になってどうするんだいと漫画の中で喋った野中は実際そう思ってるんでしょ朝鮮人とブラック民を死ぬほどこき使って金儲けした人間だからお麻生さんがね何の疑問もなしにそう言うんだ不幸な人だ一国のトップに立つべき人間じゃないということで今日の放送は終わります麻生さんだいぶ人気者ですね